両種は、韓国の広州広益市出身のプロ野球選手。左投げ左打、MLB のテキサスレンジャーズ参加所属。大韓民国広州広益市出身。広州東成高等学校時代から時速150キロメートルの速球を持ち、金広しげと並んで、当時の韓国高校野球で最高の左腕であると称された。 同校のチームメイトには同じく投手の反旗集がおり、2枚看板の AS であった。2005年春、大統領杯全国高校野球大会でチームは優勝。翌2006年春の大会では準優勝。同年夏の法王、大規全国高等学校野球大会でも準優勝し、針は大会最高投手の表彰を受ける。同年秋。 WBSCU-18 ワールドカップ代表チームに参加、キューバで行われた大会でも高騰し、チームは優勝。自身は、サワン投手部門で大会ベストナインの表彰を受けた。甲州東成高等学校時代卒業後、出身地甲州を本拠地とする、キアタイガースに入団。2007年1年目から即球派サワンの即、戦力として、 先発として起用されたが、チーム事情ですぐに中継ぎに回る。2008年シーズン前半は、試合中盤に打ち込まれる試合が多かった。しかし、総本源監督は彼を育成を兼ねて起用し続ける。シーズン後半は最低限の働きを見せたが、未勝利に終わった。2009年は先発ローテーションに定着。7月に、やや調子を落とすが、その後、復調する。 シーズン通じて12勝記録式屋の左のエースに成長。また、前進のヘテを通じ、球団史上、近定種以来となる、左投手の2桁勝利を記録し、チームの1997年以来12年ぶりの韓国シリーズ優勝にも貢献した。同年11月14日に日本シリーズ優勝チームの読売ジャイアンツとの日韓。 クラブチャンピオンシップに先発登板し、5回と3分の2を1失点と高騰した。2010年はチーム最多、自己最多の16勝を記録し、最多勝ち争いにも加わったが1勝差で逃した。同年の杭州アジア大会韓国代表にも選ばれ、準決勝中国戦で勝利投手となり、優勝に貢献したため兵役免除資格を得た。2011年は、 成績が悪化し7勝にとどまった。2012年は1勝のみにとどまった。2013年は5勝で夏場に離脱したが、主に先発で9勝と復活した。2014年は2010年に並ぶ、自己最多タイの16勝を記録。9月には、新川アジア大会韓国代表に選ばれ、準決勝の中国戦に先発登板し、2大会連続で優勝メンバーとなった。 オフの11月には MLB 挑戦の意思を表明し、ポスティングシステムの講師を申請したが、キアが入札額を不服とし、破棄となった。2015年は15勝を挙げ、自身初となる個人タイトルの最優秀防御率を受賞した。2016年は10勝12敗と負け越し、防御率も1点以上悪化した。オフ2に初めて FA となり、 MLB から身分紹介もあったが、契約金7億5000万ウォン、年俸15億ウォンの条件でキアと再契約を結んだ。2017年はシーズン開幕前の3月に開催された第4回ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。1次ラウンドの3月9日のチャイニーズ台北戦に先発登板したが、勝敗はつかなかった。シーズンでは、 自身初のシーズン20勝を達成し、同じく初の最多勝投手となった。同年の韓国シリーズでは、第2戦で、完封勝利を記録し、第5戦の9回裏に登板し、胴上げ投手となり韓国シリーズ MVP を受賞した。オフには、久保シーズン MVP を受賞し、史上初めて久保シーズン MVP と、韓国シリーズ MVP を受賞した選手となった。 2019年は4年ぶり2度目の最優秀防御率の個人タイトルを受賞した。オフの11月には第2回 WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。同大会では決勝戦など3試合に先発した。韓国は決勝で日本に敗れ準優勝となったが、同大会は東京オリンピック予選を兼ねており、 開催国である日本を除きアジアオセアニア、最上位だったため韓国は出場権を獲得した。2020年シーズン終了時で、個人通算147勝は、久保史上4位、キアタイガース史上2位である。オフに、自身2度目の FA となり、MLB 移籍に挑戦した。2021年2月13日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。同年は、 開幕をマイナーで迎えた。4月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし MLB に初めて昇格した。同日のロサンゼルス・エンゼルス戦で3回途中に降板したジョーダン・ライルズに代わって2番手として登板しメジャーデビューを果たした。4回1、3を投げたが中継ぎ投手でデビュー戦に4回1、 3を投げたのは1988年9月16日のスティーブ・ウィルソンの5回1、3についで球団史上2番目に長かった。6月17日にディーフとなり、19日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ラウンドロック、エクスプレスへ配属された。左のオーバースローから最速時速 152km のストレートとスライダー、チェンジアップを投げる。 視力が極端に悪く、プレーするときには常にスポーツゴーグルをかけている。ありがとうございます。